坂江です。はい、応援団長の松崎玲です。はい、はい、貫通攻略力チームのメタル村田です。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、東海駅までの毎日、平日は3番組、土日は特番でお送りする日本最大級のゲーム番組放送局、東海駅 TV。今週水曜日の1時間目は、東海駅高校パワープロ部のお時間です。この番組は、はい、スマホゲーム実況パワープル、実況パワフル。かわいい、かわいいよ、それ。実況パワフルプロ野球で、より強い選手を育成するために、私たちプレイヤーが成長していくサクセスプログラムです。はい。はい、ということでございます。いや、先週は。部長、お帰りなさい。ただいま。ただいま。帰ってきてくれてよかった。あー、楽しい、ここ。楽しい。嬉しい。早くなった？そうそうそう、さっき今日入る前に、そういう黒髪尊い、あれ遅っ。あ、まあ多分若干引きでちょっと問題かけたら分かんないかも。メタルユリシー、同じ黒髪尊い。でもだんだんみんなメタルになってきた。どんどん感染してく。番組終わる頃には全員メタルになって、ここら辺にメタルのズラが置いてある。ちょっとみんなメタルの T シャツとか着てくるようになってくる。メタル化していく感じですね。で、明日はいよいよ、うん、そうなの、ドラフト会議。そうなんです。ハラハラする。即戦力が欲しい。即戦力が欲しい、はい、補強ポイントはどこら辺ですか、ね、すぐ使える外野手、すぐ使える外野手、怪我がしにくいピッチャー、ちょっと、ね、人体が丈夫な、そう、人体が丈夫な、ね、ピッチャー大事ですね、うん、はい、大事ですね、楽しみです、楽しみです、ね、頑張って真ん中かぶったと聞いてね、はいはい、応援してます。ヤクルト、ドラフトのために有給取った。そうなんだ、すごい、すごい、私は仕事するよ、ちゃんと。仕事は仕事、ドラフトドラフト。はい、そうですね、まあドキドキしながら待ちましょう、はい、そして、パワープロ部のツイッター公式アカウントができました。皆さんフォローしてくださってますかね、でしょうか、うん、まだの方はぜひ、ぜひ、ね、もう今すぐ、はい、今すぐ、はい、アイリーはですね、あ、出てますね、あ、出てます、出てる、出てた、出てた、便利だ、これ、そっちから、うん、これです、さはい、はい、パワープロ部記録員、そうです、記録員、記録員ということで、ね、よろしくお願いします、お願いします、はい、それでは早速始めていきましょうか、はい、はい、東海技高校パワープロ部第4試合プレイボール、まあ、特にね、あ、そうだった、そうだった、今すごい待ってる、ね、待ってましたけど、ここ練習いなかったからさ、これ何事もなかったけど、さらに言うとそうでした、ジングルないやんけ、そう、はい、そういうわけでね、前回ゆるいな、やっぱり、あの前回ね、私お休みさせていただいたんですけど、ね、あの前回宿題が出ていたようで、マサさんっぽい選手を、ね、お二人がね作ってきてくださったんですよね。もう私初めてよ、パワープロ部行きたくなくなったんですよ。そんなこと言わない、そんなこと言わない。コラボ行きたくない、ね、できね、できてね、できないな、できてね、しんどだな、まあ、なんならさっきまで作ってましたからね。ずっとできなくて、それな、本当にずっと頑張ったんだけど、そんなわけで最終的にどんな選手になったのでしょうか、その結果を見てみましょう。いやーこんなのマサさんじゃないよ、こんなのマサさんじゃない、ユアさん、マサ、松崎マサ、あのちょっとあのレジェンドユアさんって、もう自分になっちゃってます、マサでも何でもないんですけど、マサレジェンドつけたときどうする、確かに使いません、ね、いやもう全然ね、しかもだいぶハイカラな見た目ですよね、マサさんレジェンド、ちょっとなんかレジェンドか、あれだろうって探してたんですけど、畑の時もそうだった、ちゃんとやったら見た目を作って、球速はなんか割と早めにね上げたんですけど、すごいね、でも、うん、あのもう鉄腕、はあ、小船ちゃんがさ、もう小船ちゃんが、小船ちゃんが本当に早う前髪分けやん、そう、目が取りや、変わりやっていうのがね、変わった方がいいって言った瞬間に変われる、そう、何ちょっと待たせたんだ、そう、そこでさ、そこで終わっちゃうことありますからね、そうそうそう、え、現れないのみたいな、結局変わってねえじゃん、あれ私評価めっちゃ上がってたのに告白してくれなかった時とか、あ、ありますね、思わせぶりだね、その時私天才で入部したのに、あー、告白こねるみたいな時がね、あとなんか告白、なんか付き合うこ
ことになった告白してきたくせになんかクリスマスとかを別々に過ごす、うんうん、あの展開あるなんなら正月やべっちが来るっていうあの展開やばいって思う、そう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 ヤンスヤンスって出てきちゃう、あ、はい、まあね、ちょっとね、ここ大きい壁ですよ、いろいろあったこの2週間は辛かったね、辛かったですね昨日ね朝方までこうツイッターでやり取りしてましたね、そうそう、私最初石川作ってて、うん、ちょっと見てて関係ないですね、見てて、だからまず石川さんが作って、はい、でそこで慣れたらマサさん行こうと思って、うんうんうん、石川作ってる間に途中ちょっと CS があって、はいはい、ちょっと CS 休暇があって、はいはいはい、で終わった瞬間またやり始めたんだけど、はいはい、無理だった石川もできない、マサさんもできない、投手難しい、難しかった、A さんもなんかコントロールとスタミナはなんか綺麗なんですけど、上げたんですけどね、球速がね、そうなの、球速までは全然残ってなかったもん、なんかあのフォークは勝手についちゃったっけ、フォーク勝手についたよいらないのにさ、最初に置いてるやつですね、そう、あ、ありますね、朝さん投げないのにもみたいな、僕もありましたね、それで何回諦めたかっていう、うん、ありますよね、さっきもねやってたらね、セクション4で肩爆弾がピーポーして、あ、してた、放置するって言ってたよ、誰言わないからね、メイクしてたよ、よし爆発したいい感じやったんやね、それはいつ爆発したんやと思ったから、ね、じゃあ村田さんの、はい、僕のね、見たい、どうですか、これすごいですよ、ね、大変でした本当に、そう、またまた、いや本当に大変、本当に大変だったんですよ今回、いやーすげー、ほらー完璧じゃない、いやいやこれ本当めっちゃ大変でしたこれ、完璧、何人ぐらいのマサを、何人、いや覚えてないな、だってこの前の畑は割と早かったじゃないですか、そうなんですよ、いや今回石叩き割ってましたからね石叩き割りながら山本を作ってましたからね、本当にいや本当難しいですね、すごいですよ本当完璧、うん、ちょっと私すごいあの、はい、デッキでめちゃめちゃ気になってるところがあるんですけど、はい、あの助っ人に大西さんがいるんですけど、あ、レジェンド大西ですよね、なんで小筆ちゃんこれはなんで大西さんは鉄腕くれるんですよ、ああ実は、あ、でも小筆ちゃんもいる、いや、まあ、小筆でいるけど、いたんですよ、保険的な、でも最初は小筆ちゃんで頑張ってたんですよ、ただ分けない前髪を、前髪を分けてくれない、全く分けないんで、なかなか分けてくれない、もうここは大西さんしかない、ないと、もう彼しかいないと思ってもうフレンドで全然出てこないんでひたすら探していたんだよ、もうでようやく見つかりました、でもこれも今日できました、うんうん、あ、そうなんですね、そうなんですね、パピオンがでもそれぐらいギリギリまでみんな頑張ったね、頑張ってた、ずっと言ってましたね、でマサさんはもうラジコンが得意なんで、うん、もう精密機械しかないなと思って、そこだそれ外してたわ、何でしたっけ、ラジコンとラジコンと昆虫ですね、そうそうそう、本業がそっちなんですね、そうって言ってましたね、趣味が野球みたいな、へえ、いやでもそういうの大事ですよね、遊び心ね、はい、大事ですよ、ここではいというわけでね、うん、誰のマサさんが一番マサさんだったかというアンケートを、今回取っていきたいと思います、はいはい、うん、アンケート出ますでしょうかね、でも一択ではこれはね、今日エンドさんやったそう、これは今日私がね、作ってないので、うん、いやー難しかった本当に、これはね、もう、あ、そうだ、私さ鉄人が欲しかったの、怪我を しに行くから、あ、そうなんですね、鉄人も鉄人はあの当初だともらえないんですよ、そうなんだ、あ、そうかそうか、野手しかもらえないんですよ、女の子でもらえるって言ったから、レアで終わったみたいな、終了でーす、はい、じゃあ出ますかね、そりゃそうやわ、そうよ、よかった、そりゃそうやわ、うん、ですよね、同意、よかった、よかった、はい、そうだよ、うん、マサ村田、マサ村田が、マサ村田が一番ということで、報われました、僕の叩き割った石がレジェンドでしたね、やっぱり、ね、うん、ピッチャーは難しいですね、難しいですね、今回、大変でしたね、難しいですね、大変大変、はい、ね、あ、そうだ、ね、そうか、私が作ってる中で事故が起きたんですよ、マサさんの事故が起きてる中で、どうぞご覧ください、出るかな、出た、まだ、どうだ、まだか、出ないか、そう、私が頑張って、あ、出た、これですか、見てこのスタミナに注目あ、スタミナがすごい、スタミナに注目、マサさんめっちゃ疲れないじゃないですか、疲れない、いつから出てもハーハーしないんだけど、スタミナで鉄腕ですからね、相当投げてる、すごい、やけに鉄ゲタばっか履いてんなって思ってたの、鉄ゲタばっか履いてんの、金のさ丸ばっかり押してたら多分そうなって、はいはい、気づいたら S っていう数値がついてて、はい、あれと思って、それでもスタミナ余ってるから上げてみたら100で取得したよ、しかもフォークもついてる、そうです、またフォークがついたらめちゃめちゃ出てますね、もう本当腹立たしい、すごくないですか、なんか徐々に上がってるのを気づかずひたすらスタミナ練習してたってことですよね、私数値見なかったのに、これがガブ
しゃらってことですよ皆さん。なるほど、はい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 、そんなわけで、はいはいはい、まあ、ここでね、はい、今回は、マサさんを作ったわけですけれども、はい、なんと次回も宿題が出ております。あ、まだですかね、幽閉か。誰だこれ。すごいですよ。今度私たちが作ってくるのは矢部田っぽい選手です。あれ、プロ実際の実際選手じゃない、パワープロの中のねキャラクターを今度あの矢部田さんですか。せっかくだから作ってみよう。この番組はなんでそんなに矢部田推し。矢部田さん聞くところによると、ディレクターさんが矢部田推しらしい。そうなの。なるほどね。小耳に挟んだん、ね、結局全部個人の事情が絡んでそうなんだね。まあちょっとね、メガネ外したらなんかめっちゃ可愛いみたいな、ね、症状みたいな結果あるかもしれない。今好きって好きって言ってるもん。好きってカンペがね、僕ら全く関係ないカンペですから、ね、本当ですよね。だと思ったわ。なるほどね。まあでも、まあ矢部田、まずじゃあどんな選手かっていうところをまず見てみましょうか。はい、はい、うん、こちら矢部田亜希子さん、外野手、漢字6文字で、はい、あ、外野手ちょうどいいです。北摂高校の、ね、女神です。北摂高校の女神。そうですね。恥じらいがねある矢部田さんね、可愛いですね。でちょっと足速い系。そうだね、足速い、走力、守備もいいですね。だそれは惜しいですよね。足の速い外野手、うん、そうあと1振って足の速い外野手、いや今度も欲しいです。まさかの本当ですね。なんで69でとどめたんですかね。守備力も69なんで、本当だ、あそこは上げないんだね。すごい惜しい、かわいそうに。なんかの畑の時に起きた現象、そうですね、これ以上上げちゃいけない。なるほど。矢田さんって、うん、矢部っちとはどういう関係なんですか。それ気になる。似てるよ。完全にあれは他人の空似です。あ、なるほどね。そうだ、まあ、北摂高校って女性選手しかいない。そうです、ね、まあ、もしかしたら桃園とか、 なんか前線的なものはあるかもしれないですけど、生き別れのなんとかそれデスティニーはあるのかもしれないですけど、ちょっと表面的にはないですね。絶対違うでしょ、矢部くんと。いや逆に嫌なんじゃないですか、同族嫌悪みたいな。同族嫌悪になっちゃう。ハンダーのメガネなんでヤンスヤンス嫌悪って。そうなの、キャラかぶってるんでヤンスよみたいな感じ。なるほどね、ありえなくない。まあ、じゃあヤベタが持ってる特殊能力、はい、ちょっと今消えちゃいましたけど、特殊能力を手に入れるためにイベキャラにこいつ入れると便利なんじゃないかっていうのは誰かいますかね。足が速い系だと、ね、三つ森兄弟とかですか。そうですね、三つ森兄弟はいいでしょうね。もう盗塁走塁絶対くれますし、内野安打もありますからね。まあ、あと田中山でしょうね。あ、出た。バントと積極守備くれるんで、顔が多分田中山は顔が浅いし、何色の髪みたいな、点々の髪とかない、点々の髪とかない。説明文とかじゃこけしみたいになってる。説明文の最後にかわいそうって書いてある。探してみる。そうですそうですそうです。あ、キュンだキュン。まあ、やめた再現多分簡単なんでね、うんうん、今回はなんか究極形態やめたみたいなね。そうですね、自分なりのやめたやめたみたいなね。やめたさんはいるやめたを作るんですもんね。でもあ、やめたなしでいきますか。やめたは入れないで作るでしょうね。いいですね。じゃあきっとみんな最後のさ、あの顔写真はあれを選ぶわけでしょ。そうそうそう、顔写真顔写真は、まあ、誰かやべかもしれないですけどね。あらー、いい振りだなー。なるほどなー。はい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 、ね、じゃあ、はい、頑張って作りましょうよ。そうでしょう、ね、皆さんもぜひね、ちょっとやべたさん作ってもらって、ね、シャープパワープロ部の、ハッシュタグをつけて、写真アップしてみてください、はい、なんか次回の放送とかで、ね、番組でも見せれたらいいですよね。はい、ということで以上、はい、宿題結果発表でした、うん、はい、さてここからは、パワープロ部オリジナル彼女作りプロジェクトのお時間です。おー、来た。これね、私が前回ねいなくてさ、タイムシフトで必死に見てたらさ、はい、みんななんでこんななんかちょっと大変な重いやつ作るんだよって言われててさ。そうだった、頑張って考えたんだよ。そうだよね、すごく頑張って考えたと思う。なんか一番言ってた人がなんか遠藤さんの闇を感じるって言ってたね。コナミさんから、はい、ぜひ番組オリジナルの彼女キャラを作りましょうという提案を受けてですね、前回ね私たちが考えてプレゼンをさせていただいて、私の代表は声優志望のゆえまつゆいかちゃん、で松崎さんの代表がツバメーズ大好きの山田れいちゃんで、見たことあるぞ。遠藤さんの代表はヤンデレの片桐れんちゃん、ということだったんですけれども、じゃあキャラを振り返ろうか。あ、振り返ります？出るか
出るかな、一覧、あ、出た、はい、はいはい、はい、片桐れんちゃん、パワプロ君に一目惚れして、うん、マネージャーになった新入生、まあ、後輩なのであの、うん、静香ちゃん的なね、あの千葉静香ちゃん的なね、うんうん、1個下の子ですね、うんうん、で初恋の相手であるパワプロ君にちょっとね重い愛情を捧げていて、うん、思い出しな一面なるほど、まあ、ヤンデレなので、はい、あのデートの前とか、うん、あとバレンタインとか告白とか、うん、常にパワプロ君の居場所を探しています。バレンタインやばそう、ね、いやこれ気になったんですよ、うん、前回ね、うんうん、二股したらどうなるんだ、それはそうバッドエンドに決まったじゃないですか、やばい、あるかだから付け加えた、いや多分エピローグ途中で急になんかナイスなボートの映像とかになる、あ、ナイスな、ね、ボートなんかナイスな感じになっちゃう、大好き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 、バトルとか、はい、いやまあでもその代わりにね、まあちょっと一筋でいればちょっとかなりいいポジションでね、いい経験値もらえるとかね、まあレーン自分の名前、自分の名前で呼ぶんです、レーンはやばいやつですね、やばいやつです、はい、でもあの語尾はあの一応お嬢様というか箱入り娘お嬢様ね、ですはですのとちょっと上品な感じ、なるほどなるほど、私これ言っときますけど、はい、うん、デート場所と告白場所とかあと金徳とか全部考えて、うん、おーって考えて送ったんで、重いですね、重いですよ、私も重いですよ、すでに重いですね、はい、次行きましょうか、次は、はい、出たゆえまつ、ね、漢字が読むと思わない、漢字がね、いやゆえっていうのがねあれしか思いつかなかったんですいっぱいあったでしょ、ね、で3人をこう組み合わせてゆあさんのゆぞえんぞうの絵と松崎さんの松とみたいなのを組み合わせて作って、声優志望、野球大好き、うぐいす嬢をやるのが夢、ね、これでもいいですよね、でいつも滑舌を気にしていると、滑舌悪いんですか、あの声優にならなきゃいけないからって、シャトルくんみたいな、そんな感じみたいな、もっとアメンボ若いな的なパープロくんみたいな、パープロくんって、ちょっとぶっ飛ばしたいかもしれない、メタルさん、メタルだわ、ひどいわ、はい、っていうちょっと3人組み合わせたような声優志望キャラを考えてみました、はい、次いきますか、はい、あ山田レイさん、はい、うん、はい、そうです、ね、レイさん、某ツバメイズというキャラが、そうですそうですが大好きで、うん、デートとかちょっと誘う時期が悪いと、うん、球場にごめんね応援に行くからっつってデートを断っちゃう断っちゃうさ一緒には行かないんですね、あごめん、すごいだからデートはオフシーズンね、うんうんうん、がいいですよと、でチームメイトとあの練習をねやっぱり、うん、あの男女交際とかよりも練習をしてプロ野球にそうツバメイズに入ってほしいという方の熱が高いので、うんうん、そうした方が好感度が上がると、なるほど、はい、ね、もしかしたら山田くんみたいなあのもしかしたら特殊能力をもらいやすいかもしれないと、うん、なんか小筆ちゃんより難しそうな子来ましたけど、結構でもゲットしたらすごいよってゲットしたらすごい、ゲットしたらすごい、捕まえたらすごいよっていう感じですね、はい、そうね、ということで、そしてなんと、うんうんうん、松崎さん直々に、はい、この間小鳥さんまで行って、うん、お願いして来てくださったそうで、CS の試合の前に行ってきました、さすが、これのね写真があるそうなので、はい、うんうんうん、あ、そうです、パワプロ君も来てくださいましたよ、受付はパワプロ君だったの、なんか記事見たよね、記事見た、なんかねあのパワプロ君にねなんかこんな近づいてね内密な話とかねしててね、ほら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 近すぎますよね、近いみたいな感じが、そんな通してくれたら次のパワープロ10本は買うとか言ってない、あれ言ってない、あれ言ってない、不正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 、どのキャラを作成するか、おなんと返答が早っあったそうでですね、迅速な対応すぎる、なんか差し込まれた、すごい、いやだってこれ山田しかないでしょ、山田しかない、じゃあ村田さんからこれ発表していただけるということなんですけれども、はい、来たよ、みんな来る時が来たよ、これちょっとでもレイさん、あーなるほど、レイさんが不正してるかもしれない、ね、でも正直私のキャラが選ばれたら、うん、ちょっとあれ闇を抱えてるのかなと思ってしまったんです、確かに確かに、発表しちゃいますよ、ね、はい、はい、緊張する、なんと、はい、今回作成することになったのは、うんうんうん、遠藤さんの、
片桐れんちゃんです。嘘、本当に、まさかのれんさんの顔、れんさんの顔を抜いてください。私は違うじゃないか、不正はなかった、不正はなかった、まさかのですね、不正はなかったって。で一応理由が書いてあるんです。先行理由が、はいはい、ヤンデーという、はい、パワープロではまだ登場していない性格設定、お、まあ、これが面白く、うん、あら、選出の決め手となったそうです、ね、面白くやった。そう、そうなの、ちょっと変なキャラ作ろうと思って、複雑この気持ち。あんなにパワープロ君に媚び売ったのに。あんな近寄ったの、あんなに媚び売ったのにって。やったー、すごい。でもパワープロ愛がここで、そうですよ、そうですね、パワープロ愛がただヤンデレの愛だったけれども、思い愛が実りましたね。思い愛が、見た目とかどうしたいの、見た目とか、あ、見た目どうしよう、うん、名前、名前は変わるかもしれない。あ、全然もう全然大丈夫。さってきます、ね。一応あの私あのパワープロに登場してる彼女キャラのあの名前を全部調べて、うん、あ、レンちゃんいないな、レンちゃんいない、調べて、さすがです、ね、調べてね。はい、ね、あれ楽しみじゃん。はい、というわけでありがとうございます。はい、私の提案したキャラをね、遠藤さんの片桐レンちゃん、まあ、名前変わるかもしれないんですけども、はい、うんうん、今回ですね、彼女からもらえる超特殊能力をみんなで決めたいなと思っております。目玉ですね。超特殊能力ってなんだっけ？じゃあ村田さんに、ね、それは任せてくださいよ、うんうん、準備してあるんで。おお、早いな。準備してあるんで。まあ、超特殊能力ってまんま超ついてるんで、特殊能力の上位能力なんですね。でそのコツを取得できるイベントでコツもらえると、ようやくゲットできますよっていうふうになるんです。でそれは基本的には SR イベキャラのイベントですね。でもしくは期間限定セクションのイベントでコツを入手できる場合もあるんですね。はい、いわゆるなんか 金特、あ、あれだ、そうですね、そうですね、はい、金色に光ってるやつですね。で一応一覧もあるんで、うん、おお、出ます、特殊能力の一覧。あ、これは投手の、これ投手ですね、はい、ましたね。最近追加された勝利の星とか、ハイスピンジャイロ、まあ、あと伸びの心臓とかは、伸びの心臓逆にめちゃめちゃレアです、レアですけど。ガラスのハートは、ガラスのハートもいらないでしょ、一撃ですから。名前がいい、もうこれは本当に正月におみくじで唾液を取った時にたまたま取れるやつですね。あ、そういうの、であとは野手ですね。野手多いですね、やっぱ星とか見ますからね。扇風機、扇風機も同じなんですよ。扇風機なんか名前が引かれるものが多い、大凶で、もうミートが見えなくなりますからね。なるほどな、はい、はい、たくさんありますね。まあ、詳しくはね、ウィキにあるんでチェックしていただければ、はいはい、皆さんもぜひチェックしてもらいたいと思います。そんなね、超特殊能力なんですけれども、はいはいはい、実はですね、うん、コナミさんより、うん、この度、うん、この企画のために、はあ、新しい超特殊能力を作っていただきました。え、それがこちらになります。すごい、すごいよ、ドン、何それ。うわー、しかも知り上がり、マジかおー、知り上がりの上位能力、すごい、私のプレゼン生きてんじゃん、もう本当ですね。何で下げないの、はい、すごいね、後半に調子が良くなる、ね、尻上がりの上位能力と、うんうんうん、対角線に投球した時に能力が上がるクロスファイアの上位能力。これめっちゃいいじゃん。じゃあ投手ってことですね、うん、これは投手ですね、そうですよね、うんうん、クロスファイアの上位能力なんだろう、めっちゃいい、なんでしょうね、クロスボンバーみたいな。めっちゃ強い、尻上がりは、めっちゃめっちゃ尻上がりってことなんだ、めっちゃ尻上がり、めっちゃ尻上がりっていう感じですかね。え、すごい、でもこれ新しいんですもんね。すごいですよね、なんかこれは盛り上がってきたね、本気いいな、尻上がりのはいいですね、すごい、いいですね、ということでこれらの2つがですね、はい、こちらとも投資用の超特殊能力なので、うん、なるほどなるほど、これらを含めたいくつかの候補の中からですね、投資、うんうん、の超特殊能力を決めてみてはという逆提案をコナミさんからいただきました。なるほどね、はい、なので今回はこれらの2つと、うんうん、ゆりしーがキャラを考えるときにイメージしてた、はい、超特殊能力提出したって言ってたのは、あのちょっとこれ、うん、また一覧とか出て出せたりしますよ、投手の一覧とか、あ、さっきのね、そう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 、うん、特殊能力一覧、どれだ、あの一つね、うん、心に決めたものがあって、それがいくつか迷ったんです。あのまず本塁打厳禁か、あと何、本塁打厳禁、あ、逃げ球の、そっかそっか、本塁打厳禁と、
あ迷ったんですけど、うん、あと不屈の魂って迷ったんです、うん、あのそれはちょっとキャラクターとかけて、あーあー、地獄の果てまで追いかけてくるみたいな、そうなんですよ、どちらもキャラクターにかけてないんですけど、はい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 、一番これがちょっと合うんじゃないかと思いましたのが、ガラスハート今日、そんなわけないでしょ、まさかのガラスじゃ追いかけられない、私的に驚異、うん、の切れ味かなと思って、なるほどね、そういうことね、なるほどね、本当にナイスなボートになりそうな感じなるほどね、中に何も入ってないのかな、ただちょっと思ったのが驚異、うん、の切れ味は、うん、あの持ってる人も多いんですよね、そうですね、せっちゃんもそうなんです、ただ彼女キャラでくれる子っていうのはいないんですよね、じゃあ確定はいないですね、そうそうそう、切れ味にしますか、そうですね、とりあえず、うんね、でもせっかく他にもすごい、うん、ね、だって新しい魅力的なものが来たので、まあ、じゃあ私は驚異の切れ味、はいはい、ではその3択で、うんうん、アンケートを取ってみますか、いやこれはどうなりますかね、すごいね、これでもね、どう思うみんな、いやいやいや、これ知り上がりじゃないですか、ちょっと能力、でも立ち上がりは悪いよ、いや立ち上がりもいいんです、あ立ち上がりもよくて、悪いのはスロースターターっていうのがあるんです、あそうかそうか、じゃあ最強じゃん、どうしましょう、みんな何が欲しいんだろう、意外とクロスファイヤーが、クロスファイヤー、まあ、確かにヤンデレっぽい名前ではあります確かにね、結構アグレッシブな名前なんでね、燃えそう燃えそう、確かにね、切れ味はね、私もね、丹波さん持ってるからね、そうですね、丹波にいますからね、なるほど、正直ね、叩き切れっていうコメントがあります、叩き切れどういうことなのか全然わかんないですけどマジか、いざ、いやもう、いっぱい、いやそうだね、すごいよ、これは僅差だな、いやーこれ厳しいね、マジか、どうじゃあどうする、大丈夫、三消してもう一回やらなくて平気1と2だけでさそうそう2択で、超すごいね、超接戦だけど、どうですか、どう、あ今競技中です、今コナミさんと話して、二択、どう、いやでも知り上がりがいいな、大丈夫、メタリさんも知り上がりがいいね、知り上がりやろう、どうする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 、やるやる、すごい、決戦、決戦投票、決戦投票する、二択行こうって、あーわかりました、じゃあ二択で、さっきの二択、はい、知り上がりの上位版か、うん、さあ、クロスファイヤーの上位版、さあどうなる、さあどうなる、ですか、ね、村田さんは1のようですね、そうですね、もう今僕個人的な感想全開でしたけど知り上がりだろ、市場市場、いやでもすごい、なんかでも自分が考えた子だから どっちが、うん、そうだよ、いやこれね迷いますよね、うん、どっちもいいですよね、どっちもいいと思う、うんうん、どっちもいいけどやっぱね、やんでねか、クロスファイヤーね、うん、知り上がりかな、おお、まあ、実用的なの、ね、そう、実用的、実用的な、まあ、クロスファイヤーめっちゃかっこいいんですけどね、そう、かっこいいけど、はい、終了、終了、決まっちゃうよ、いやこれは緊張、出た、おおあーよかった、希望が、嬉しい、これは脅威と切れ味がこっちに、ね、本当だね、切れ味と切れ性が、そういうことで、じゃあ超特殊能力は知り上がりの超特殊能力に盛り上がったということで、ね、押しすぎて、ね、ついつい押しちゃいましたね、はい、ということですね、いや白熱したアンケートでしたけれども、いやでも、うん、でもですよ、ちょっと待ってください、私確かに当初は脅威の切れ味、うん、そう、うん、言いましたが、はいはい、私そのデートプランまで考えてるくらいですよ、はいはい、ヤシの金徳考えてないわけないじゃないですか、それな、おとなみさんヤシもつけましょう、ヤシもつけましょう、ガンファイターだな、ガンガン行く感じで ね、せっかくだもん、ね、うん、今までの競技もだいぶスムーズにこのみさんいろいろやってくださってる、あ、まあ、そこはね、さすがに、もうそれはもう期待していいんじゃないかっていう、いいですよ、二股、はい、現金の分保守の能力とかもつけちゃってくれないんですよ、もうグイグイいきますね、グイグイ、はい、ということで果たして遠藤さんの要望は叶うでしょうか、ということで次回をお楽しみにということでございます、はい、以上パワープロブオリジナル彼女作りプロジェクトでした、それでは一旦ここで終了です。毎回やる。